はい、今からでも遅くないベースレッスン講師の小沢です。いつもお世話になっております。今日は耳コピーのコツについてお話ししていきたいと思います。はい、ベーシスト作曲家の小沢敦則です。今日は耳コピーのコツについてなんですけども、上手い人はみんな耳コピーをしているとか、あとは耳コピーした方がいいよ、上手くなるためにはっていう話があるじゃないですか。今日はですね、そのメリット、耳コピーすることのメリットみたいのについてはちょっと、まあ、割愛させていただいて、ちょっと別の動画でね、撮らせていただければなと思うんですけども、今日単純に音が聞き取りやすくなって、で、まあ、音が分かりやすくなる方法についてですね、お話しできればなと思っております。最近の J-POP とかアニソンとかね、フォーロックなんていうのは結構ベースの音がですね、聞き取りにくくなっている傾向にあるんですね。なぜかっていうと、単純にその一曲に対する楽器の数が増えたっていうのが一つ挙げられます。例えばシンセサイザーや打ち込みが入るようになったとか、ギターが昔と違って、まあ昔っつっても大昔の話ですけども、一本じゃないとかね、そのバンドにはギター一人しかいないのに、L と R に一つずつ、それからなんか後ろの方にも一つあるみたいな状態とかがあるんで、ベースって聞き取りにくい。まあベースの幅がね、居場所が狭くなっていって、どうしても音圧稼ぎに使われると、下の方ですね。もうほんと、まあ低音域、まあ 100Hz とか 200Hz、そう、Hz の話してもわからない方いるんですけど、まあまあ、ほんと下のところの支えているだけみたいな、そういう役割を担ってしまっているというか、まあそこに使われているので、ベースラインが聞こえてこない、音楽が最近増えてしまいましたと。ね、その中でも、ルルルルってうねってたりするんですよ。すごい細かい動きをしてたりするんですけども、まあなんとなく、まあ、昔よりはなんとなく、動いてるよねぐらいな感じのニュアンス、なんか音の振動が変わってるよねみたいなニュアンスで使われることが多い。もちろんミキサーミックスする人によるんですけども、まあ、そういう傾向にあると思っていただければいいと思います。なので聞き取りにくいのは当たり前だと思ってもらっていいですね。でじゃあその中でどうやって聞き取りやすくしていくかっていう話なんですけども、まず一つ目、今日ね、4つぐらいに分けて説明していきたいと思います。で、一つ目なんですけども、すんごい単純です。ごめんなさい、例題というか、サンプルがあるんで、それ聞いてください。こんな感じですね。こんな感じなんですけども、まあ、これを今日、サンプルにして聞き取っていくというのをやります。4小節間ですね、になりますね。まずですね、まずしたいことなんですけども、遅くするです。はい。最近の楽曲に限らずですけども、まあ、テクニカルなものとかっていうのは早かったりしますよね。すんごいブラーって早かったりするので、まず、遅くするです。iPhone でも、まあ、Android でも、もう Xperia でも何でも、Xperia ってあるのかな今、あるかな、わかんないけど、Mac とか Windows でも何でもですね、遅くするためのアプリケーションとかソフトっていうのが出ています。専用の、まあ、DAW ソフトとか使うのが一番早かったり、質が良かったりするんですけども、そういうの持ってない方もたくさんいると思うんで、まず遅くするというところから始めようと思います。あと YouTube から音取りたいっていう人はですね、YouTube の歯車マークが右下の方にあるんですけど、右下ってこっちかね。僕の動画にもこうあるんですけども、ここ歯車を押してもらうと再生速度っていうのがあるんですね。で、0.75 とかなんか 0.5 とかってあると思うんですけどもね。上下選べると思うんですけども、そこを変えてあげると、音程を変えずに、こうやってならずにですね、こうやってならずに遅くすることができます。僕もよくこれを使っているんですけども、YouTube から音を取る人はですね、そうやってやっていただければいいなと思います。そうじゃない人は、ソフトとかアプリケーションダウンロードして、それ使っていただければいいと思うんですけども、まず極端に遅くしてみますね。最初がですね、これ。
はい、これがもう音。で、遅くすると、まあ、結構遅くします。マイナス 30% ダウン。はい。はい、結構聞き取りやすくなったんじゃないかなと思います。これだけでもかなり聞き取りやすくなりました。で、このままもちろん、これでできる人は耳コピーしていただいても構いませんが、二つ目。ね、二つ目いきます。二つ目ですね。イコライゼーションですね。イコライザーって、まあ、最近 iPhone とかだけで音楽聴いてる人ってイコライザーって馴染みないと思うんですけども、まあ、音域を、いじるですね。あ、音域調整をするというものなんですけども、音質調整か。例えば車乗る方だと、カーステレオなんかで低音聞かせたいとか言って、なんかこう、ローなんか上げたりとか、なんかベース上げたりとかってか、ちょとかってしたりしませんか。あと、コンポ。ね。オーディオ機器でコンポ持ってる人とか、コンポって、まあ、あります。わかります。大人の方ならわかるかな。多分ね、10代の子とかわかんないと思うんですけども、まあ、コンポなんかで、3バンドイコライザーなんかついててですね、これベースのところをグッと、こうやってキュッと上げてあげると、ベース聞き取りやすくなるっていう現象がありますよね。それね、ぜひやっていただいた方がいいと思うんですよ。試しにやってみるとですね、はい。こんな感じ。はい、これはもう単純にベースの周波数をガーンと上げてあげたものなんですけど、まあ僕はこのサンプル作った作者なんで、ベースの周波数がどこにあるかっていうのはわかるんで、まあこんだけくっきり上げられるんですけども、まあなかなかそうもいかないと思うんですが、まあベースをとにかく上げてあげると聞き取りやすくなりますよね。はい、これが二つ目ですね。すごい単純ですね。ここまではね、ここまでは皆さんがなんか想像つくことだと思うんですね。でやってることだとも思うんです。実際僕もやっているということなんですけども、これ以降なんですけど、ちょっと音楽的な知識が必要になってくるかなと思うんですね。行ってみましょう。じゃあ三つ目なんですけど、ルート。ね。ルートを取ると。小節の頭の音とか、コードの変わり目のルート音ですね。ベースのルートってわかりますよね。ルート音を取っていくというものです。はい。はい。まあ、瞬時に聞き取れなくてもいいですけど、こうやってなんかこう、音ちっちゃ。まあ、探してもらってですね、最初の音ここら、で、二つ目のコード、三つ目のコードだ、みたいな感じでですね、まずルートだけ、小節頭のルートだけ、取っていくというものになります。大体の感覚でコードが変わった瞬間っていうのは、大体わかると思うんですね。で、このルート。っていうのをまず取っていくというものになります。それができたらですね、それができたらね、キーを特定するっていう話になってくるんですけども、ここになるとちょっと専門の知識が必要になってくるのでですね、キーについて説明している動画があるんで、わからない方はそちらを見ていただければ早いと思います。概要欄にリンク貼っておきます。キーが特定できるですね。何がいいかっていうと、音って全部で12音あるんですよね。まあ、オクターブ上下は、まあ、同じだと思ってください。だから、ドとドは、これ同じ。ここは同じ。まあ、これも1個とね、1個の音とするとですね、12個あるわけなんです。はい。これが音階ですね。これプラス半音が含まれてくるんですね。12個音があるわけなんですけども、この12個の中から探さなきゃいけなくなってくるわけなんですよね。この知識がなければなんですけど。
で、キーを知っていればこれが7つに絞られるという話なんです。お分かりいただけますでしょうか。まあそのキーについての動画で、ね、見ていただければいいと思うんですけれども、その、最初のルートをね、ルートを取ったっていうその知識ですね、これルートをこことこことここは使っているんだなーっていうものがですね生きてきます。はい、生きてくるんですね。で、この曲は C マイナーだということが分かりましたとね、分かるんですね。C は分かるんですね、変な C マイナーだということが分かりました。そうするとこの音を使っているっていうのが分かるんです。ちょっと出しますけども、一覧バーンってね、はい、これだけなんです。空白の部分は使っていない、この曲では使わない、まあでも使うこともあるんですよ。例えばディミニッシュドコードを使ったりとか、セカンダリドミナントとかっていう、なんかちょっとそういう言葉出てきちゃうんですけども、ちょっと外した音とかね、外した音、例えばさ、この前出たオフィシャルヒーランディズムのあの曲あるじゃないですか。あのすごい転調しまくる曲、あれはちょっとここにはこの話は該当しない可能性はあります。なぜなら転調しまくってるんで、だからキーが変わりまくってるんですよね。なんで、ちょっと難しいかと思うんですけども、まあ単純なロックとかポップスとかに該当すると思っていただければいいと思います。はい、そんなわけでこうやって音が絞られたわけですね。で、あとはまあ耳で聞き取っていくということになります。はい、ということですね。最初のフレーズだけでもちょっと聞き取ってみましょうか。はい、ここまで行ってみましょう。あ、ここか。まあこうなってるんですけども、まあさっきのキーが、ちょっと重複しますけど、キーが分かってれば、ここには行かないんですよね。ここに行くわけがないんです。なぜなら C マイナーのキーの音に入ってないですね。こうなっちゃいますね、ここね。はい、そんなわけで、まあこれがキーに関する知識があると、音が7つに絞られて、外れる音っていうのが分かるので、大体の予測がつくというわけですね。はい、説明は以上になるわけです。で、ここではですね、一応初心者の方がまず最初に取り組める、方法についてお伝えしたんですけども、絶対的にこのイヤートレーニング、耳の良さっていうのが必要になってくると思うんですね。で、これ頑張って頑張って続けていくうちにですね、あの特別な訓練をしなくても耳良くなっていくんで、だんだんスピードを遅くしないでとか、音域調整、さっきのね、イコライザーいじったりとかしなくても、だんだん聞き取れるようにはなってきます。なので最初はこれを試したからといってすぐに取れるわけではないと思いますけども、頑張ってこの方法で試して何回も何回も繰り返していくうちに、すごく耳良くなっていきますので、チャレンジしていて、いただければなと思います。はい、参考になっていれば幸いに、思います。このチャンネルではこんなこととかあんなこととかですね、まあベースに関することですね、エレキベースとかウッドベースに関することなんか挙げていってますので、よかったらチャンネル登録して、今後も見ていっていただければ幸いに思います。よろしくお願いいたします。それでは終了でございます。暑い。エアコンつけられないっていう苦しいよね。カメラにボーッと入っちゃう。